高津監督対片岡ヘッド、立浪監督が仲裁わらわら。乱闘の時間だタッツ止めに入ってて草。片岡が何か言ったんか。中日、ヤクルト赤羽に飛球で骨折。山田に飛球、岩田に飛球。ああ、すまん。当てすぎだわ。ごめん。何やってんの中日投手陣。あ、乱闘か。高津監督激高。応戦する片岡ヘッド、間に入る立浪監督。お、わら。久々やん、乱闘。盛り上がってきたな。急にベンチ行くってことは誰かなんか言ったか。もう一発はあかんやろ。またベンチのヤジに切れたか。アツシは何やってんねん。中日サイドが切れる理由ある。片岡何言ったんや。ヘッドコーチが揉めて監督がフォローすんのくさ。たしなめ和義。何してんの。底辺の争いすんなや。清原さん、懐かしい雰囲気。野球はこうじゃないとね。清原ウキウキでくさ。間に入る立浪ウキウキ清原もう十分面白いなこれ。誰かとビデリくらいしろよ。仲裁する素晴らしい監督。